入っていいあれここ今君だけなの相部屋の子はへえ違う部屋でみんなで夜通しゲーム大会するんだ先生もあんまりうるさくないだろうしねああ確かにそんな話を言われた気がしなくもないけど 興味がないから断っちゃったそれよりねえ僕と地域限定のお菓子一緒に食べない <laughs> 君とベッドの上でお菓子を広げてお話できるなんてね最高の夜だな <laughs> 今夜で おしまいだね修学旅行どうだったああ確かに海が綺麗だった飛行機から見える景色もなんだかポストカードの写真みたいで君ともっと話がしたかったなって <laughs> だからまあ遊びに来たんだけどでも なんだろうさっきからあんまり喋らないねなんでね緊張するって何いつも教室でいろんな話をするじゃないまあ主に僕がからかうんだけどあその紙ゴムかわいいね 海の色だとても似合ってるえなんでふ <laughs> 二人きりなのがそんなにドキドキするの本当に可愛いいね恥ずかしそうな顔された方がそそるんだよねねえこっち見て。 あやっぱり顔が赤くなってるよ <laughs> 前に保健室で偶然僕が触った時もそんな目してたウ <laughs> よく見てるでしょ君のことは全部見ておきたいから 今の目もとてもそそる何どんな目かってなんていうかちょっと切なそうな目あと怖がっているけど欲しがってる感じなんだか愛しいな 君のことは僕が可愛がってあげる言ったでしょう君ともっと仲良くしたかったって教えてあげようかうん <laughs> アラームかそういえば今 何時だろう <laughs> 午前一時意外と過ぎてるもう先生も友達も戻ってこないね僕が君のことを独り占めできる <laughs> 君で遊び足りないから ごめんね。遊びって言ったら語弊があるけど、なんて言うか、普段見れない、君の、いろんな顔が見たいんだ。僕、君のことならいつも本気だからさ、それだけは分かって。 こうしてときもドキドキしてるんだよ熱っぽい君の瞳が僕のことを熱くさせる今もほらこんなに近くにいたら君の瞳に吸い込まれそうだよ今まで 黙ってたけど僕は君のことが好きだ今ここで君の返事を聞かせてほしい答えてくれるまでこの手を離さないからちゃんと聞かせてほしいな その声もその表情も全部僕のものだから他の人には見せないで君は僕のものだよ。